ゲストのお締めはこの方にお願いします。シールズ奥田亜希さんです。こんにちは。ちょうど、すいません、奥田亜希と言いますけど、よろしくお願いします。ちょうど1年前の6月5日に、初めて僕は国会前でコールというか抗議活動を始めました。雨が降っていて誰にも相手にされず、政党の支援が呼びかけたんですけど来てくれなくて、その中で来てくれたのはその前日に憲法参考人として呼ばれた小林先生が一人で来てくれてスピーチしてくれたのを思い出します。まあ新党を作るとかいろいろな話あるんで、その話は置いといて、でもどっちにしろなんかやっぱ俺はまだ怒ってるなっていうのはすごく思ってます。別になんかデモがラップ調でやってるとかそんなことはどうでもいいんですよ。みたいなのを喋ってたって見たいんですけど、じゃなくてこれ誰のための政治で何が起こってるのかっていうのがすごい不安なんですね。結局安保法制って何のために通ったのか未だに説明ないじゃないですか。ホルムズ海峡が封鎖されるかもしれないからっつって国会閉会前にそんな事例ないって言ってそのままですよね。結局南スーダンでも NGO とか国連時代がもう派遣を中止しようかって言ってるのに、なんで今日本が国を挙げて南スーダンに自衛隊を送らないといけないのか全くよくわからない。結局説明せずに通しちゃったから何だったんだこの法律って、賛成した人も思ってるんじゃないですか。だったら何のための議会で何のための国会なんですか。ちょっと言いますけど、もう一つ言いたいのは、僕の友達も言ってたんですけど、そうは言っても経済で結果出すって言ってるね安倍首相はやっぱ野党よりいいんじゃないかっていう人言ってました、言いました。僕の友達もいっぱいいますけど、結局アベノミクスが始まってリーマンショック並みの危機が起こってるんだったらそれやめた方がいいんじゃないですか。経済で結果出すってもう出てるんじゃないですか。で、またアベノミクスは争点だって多分首相は言いたいんでしょうけど、もうそれは失敗したんでやめてください。もう新しい矢もいらないです。何本出てきたんですよ矢が。なんで今回やりたいのは3分の2取りたいかどうかだと思うんですよ。会見したいかどうかなんじゃないですか本音は、と僕は言いたいです。生活実感としてアベノミクスは全然うまくいってない。なんかこうそうは言っても株価が上がってるから国民の生活しょうがないとか、そうは言っても企業が逃げちゃうからどんだけ実質賃金が下がっても別に関係ないみたいな態度してますけど、なんかこの国って変じゃないですか。その通り、変なんだよ。なんか国家安全保障のためだったら国民の知る権利はしょうがない。安全保障の実態においては日本国憲法が別に内閣によって解釈によって変わってもしょうがない。株価が上がったら国民の生活がどうなろうとしょうがない。これ誰のための国なんですか、何のための政治なんですか。もったい政治を国民のための政治をやってくれないですかね。何のための国なのか、国家のための国民なのか、国民のための国なのか、どっちなのかはっきりさせましょうよ。で、今年は選挙があるんですけど、昨年のやつずっと思ってたことはなんかデモに違和感があったってことです。ずっと俺が買いたかったのはなんか我々はとか断固糾弾し団結しとかいいですけど、別に茶の間でも僕らは別に団結したりとか糾弾したりしないじゃないですか。家族と飯食いながら糾弾しないでしょ。なんでなんか一人一人が思ったことを喋ったりとか自分たちのデモにしていくってそういう努力をしていきたかったですね。で、野党共闘も素晴らしいけど、野党共闘の名のもとになんかターゲットとかこの層を狙おうとか多分言いたいと思うんですけど、俺たちはターゲットじゃないし、なんとか層でもない、特殊層でもない。主権者は私たちなんだから私たちも喋らせてほしいし、私たちが思ってることをちゃんと伝えたい。私たち一人一人を大事にしたい、そんなこと思ってます。なんでそういうことを大事にしてたら、そういうことを諦めなかったらずっと続いていくと思うんですよ。なんかそうは言っても野党がだらしないって言葉もたくさんあると思うんですけど、だらしないのは昨年も一緒だ。ケツを叩きながら1年間やってきたんで、今回のあと1ヶ月もケツを叩きながら野党頑張れと、
少なくとも3分の2を取らせないために野党に積極的に投票いるように僕もが呼びかけていきます。あともう一つ、今回学者の会でスピーチということで僕は大学院生になりまして、非常に恥ずかしくなりました。こういうところで話すのが授業でお前はデモばかり言ってるんでちゃんと授業受けろとごめんなさいと思うんですけど本当に申し訳ない。なんですけど、なんか僕が忘れられないのが石川健二先生って憲法学者の方がと一回話したことあるんですけど、今まではなんかその研究室で勉強してたらその出版社の人が来てくれてそれ出版したらなんとなくみんなに広がったみたいな、でもなんかそういう時代がなんか壊れようとしてるっていう中で記者会見だったりとか取材を受けないといけないかなとかデモに行かないといけないかなと思ったって言ってたんですね。でこれ非常に酷なことだと僕は思いました。なぜならだって樋口陽一先生が別に立憲主義の説明をですね記者会見で言わなくていいんじゃないかなと。だって教科書見たら3行くらいで説明されてるわけですよ。立憲主義って何ですかと、最高法規って何ですかと、そのことが崩れようとしていく中で学者の人もなんか研究っていうよりはどうやってそれを伝えるかってことを考えないといけない時代が来てる。でなんかその安倍首相が私が決めるんですですと、最高責任者は私だって言ってる中で最高私たち一人一人が大事だって言ったけど、もう一つ大事なことはなんか私たちっていうかその共通の基盤がぶっ壊れようとしてる。なんか今まで白って言ったものがなんか黒ですっていうのがなんかまかり通ろうとしてる。でそういった中でどうやって私たちの共通認識を作るのかっていうのがめちゃくちゃ問われてると思うんですよ。だってもう学問とか関係ないじゃないですか、学者の言ってること関係ないんですよ。で今軍事費の研究が当時安倍政権になって3億円の予算がついたのが今度100億円になろうとしてる。社会保障しか足りないって言ってるのに軍事費に100億円かけるって言ってるんですよ。もう怒りすぎて言えてないですけど100億円かけるって。なんでそういうものに対して学問って何に役に立つのって言って僕の友達もなんかもう意味ねえんじゃねっていう感じの反応をしてるんですよね、大学院友達が。でもそうなんすかね、どうなんですかね。やっぱ安倍首相も仕事でプライドでやってますけど僕らもプライド持ってやっぱ訴えていかないといけないし、それがどうしなるべく伝えたいってか伝わってほしいと思ってます。上から目線で俺正しいからお前ら分かるだろうじゃなくて、伝わる言葉をどん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 僕は僕として言っていきたいと思います。よろしくお願いします。効率よく何分まであるんですかこれ。僕ずっと時間オーバーしまくる人間なんで、じゃあ止められるまで人事論もオーバーしようじゃあもう今日も1年前と変わらず何回言わせんだっていうことを言っていきましょう。憲法を守れ、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 戦争反対、戦争反対、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、みんなの暮らしに税金使え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 、戦争反対、戦争反対、生活守れ、生活守れ、子供を守れ、子供を守れ、未来を守れ、未来を守れ、みんなの暮らしに
に税金使え、みんなの暮らしに税金使え、戦争反対、戦争反対、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、野党は共闘、野党は共闘、戦争反対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 、憲法を守れ、憲法を守れ、選挙に行こう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 、安倍はやめろ、安倍はやめろ、なんか安倍はやめろって呼び捨てすんなって怒られたんで安倍さんやめて、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 国会来ないで、国会来ないで、安倍さんやめて、安倍さんやめて、戦争やめて、戦争やめて、憲法を守って、憲法を守って、民主主義ってなんだ、これだ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 、立憲主義ってなんだ、これだ、立憲主義ってなんだ、これだ、立憲主義ってなんだ、これだ、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、選挙に行こう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 、みんなの暮らしに税金使え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 、税金使って格差をなくせ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 、税金使って戦争やめろ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 、憲法を守れ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 、保育者増やせ、保育者増やせ、戦争反対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 、基地はいらない、基地はいらない、戦争反対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 、憲法を守れ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 、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、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 すみません、お粗末のスピーチとコールでした。あの、締めとき行きましょう。なんか日本が終わったとか絶望したとか、あの、そういう話はもう聞き飽きたんで、新しいことやりましょう。よろしくお願いします。ただ今時間ある20代と60代が繋がったら最強だと思ってるんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。以上をもちまして 6.5 全国大学有志の会総決起モード終わりますが、最後にやっぱりコールで締めてください。あと4年間も聞きたいなと思うコールをしようということなので、あの、今日長いんで、あの、適当に返してください。脱水症状からならないように。憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、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 みんなの暮らしに税金使え、みんなの暮らしに税金使え。
守れ、憲法を守れ、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、憲法を守れ、憲法を守れ、集団的自衛権はいらない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 、戦争反対、戦争反対、選挙に行こう、選挙に行こう、戦争反対、戦争反対、憲法守れ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 、戦争反対、戦争反対、生活守れ、生活守れ、戦争反対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 、憲法守れ、憲法守れ、戦争反対、戦争反対、憲法守れ、憲法守れ、集団的自衛権はいらない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 、野党は共闘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 、市民も共闘、市民も共闘、戦争反対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 、ちょっと今大学行ってるんですけど、学費がめっちゃ高くて、一言だけこれ言いたいなみたいな、安倍はやめろのリズムですね。学費下げろ、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 戦争反対、戦争反対、生活守れ、生活守れ、戦争反対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 、自衛隊を派遣するな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 、みんなの暮らしに税金使え、みんなの暮らしに税金使え、税金使って戦争するな、税金使って戦争するな、戦争反対、戦争反対、安倍はやめろ、安倍はやめろ、憲法守れ、憲法守れ、戦争反対、戦争反対、保育所増やせ、保育所増やせ、戦争反対、戦争反対、学費下げろ、学費下げろ、戦争反対、戦争反対、憲法守れ、憲法守れ、民主主義ってなんだ、これだ、ありがとうございました。